南原ダムは、広島県広島市朝北区壁町大和南原、一級、河川、大高和水系南原川に建設されたダム。高さ85.5メートルのロックフィルダムで、中国電力の発電用ダムである。同社の用水式水力発電所、南原発電所の海計を形成。上池、明神ダムと間で水を往来させ。 最大62万キロワットの電力を発生する。第二次世界大戦末期に原子爆弾が投下され大きな被害を受けた広島市であったが終戦の日を迎えてからは急速な復興と発展を見せていた。しかしその反面、増え続ける電力需要に対し供給力が追いつかないというバランスの悪い状態に陥っていた。中国電力は火力発電所や 原子力発電所と連携が取れ、電力系統の強化が期待できる用水発電所の建設を計画。建設予定地として、電力の代償基地である広島市より 20km という資金である朝郡壁町に決定した。この地点は1974年に運転開始する島根原子力発電所へと通じる22万ボルトの送電線、山陰幹線が経由し、 深夜に用水運転のための電源供給が容易である点も有利であるとされた。開発にあたって南原ダム、明神ダムの2基が建設されることになり、周辺から土砂や岩石が豊富に得られることから、形式としては2基ともロックフィルダムが選択された。両ダムの建設が完了し、南原発電所は1976年7月5日より運転を開始。 1968年運用開始した新成和川発電所に続く中国電力第2の溶水発電所であった。南原発電所が建設された南原橋は広島市で瀬戸内海に注ぐ大田川の支流南原川が形成する継承地である。山陽自動車道広島インターチェンジから国道54号壁バイパスを北上し、 南原川上流に向かって、広島県道253号南原橋線を進むと南原ダムが見えてくる。発電所は南原ダム湾側の地下空間にあり、31万キロワットの水車発電機が2台設置されている。この南原橋は1967年に広島県立自然公園に指定された自然豊かな場所で南原発電所建設時には、 天然の滝である下月の滝や石彩の滝に自然の渓流水が流入する、要飲水するなど自然環境に配慮している。南原ダムの下流には中国電力の社内研修施設である南原研修所があり、体育館や野球場、テニスコートやプールといった各種運動施設の利用を地域に提供している。一方の明神ダムは南原ダムの直上流にあるが、 通じる道路は途中にゲートが設けられ関係者以外の車の進入が制限されている。ありがとうございます。